山崎春江は日本の政治家、弁護士、兵庫県宝塚市長、岡山県岡山市出身、父親は報道記者、中学校と高校はテニス部に所属。河合早尾の著書に感銘を受け、河合の教え子が教鞭を取る神戸、女学院大学総合文化学科を受験し入学。大学卒業後、東京会場、日動火災保険に勤務。 京都大学大学院法学研究科修了。神戸大学大学院法学研究科修了。認定心理士と産業カウンセラーの資格を取得。参議院議員秘書も務めた。2015年1月から、明石市の人気付け弁護士職員として、家庭内暴力の相談などに応じた。宝塚市向川町に宝塚ソフィア法律事務所を開設。2020年2月頃、 宝塚市長の中川智子と知り合い、同年4月頃、中川の講演会から後継者として市長選の出馬要請を受ける。同年12月8日、中川は人気満了に伴う翌年4月の市長選挙に立候補せず、政界から引退する意向を表明。12月10日、山崎は宝塚市長選挙に立候補する意向を表明した。 2021年3月19日、日本維新の会所属の角高志県議も、宝塚市長選挙に立候補する意向を表明。同年3月29日には、兵庫維新の会が、7月の兵庫県知事選挙に向け、大阪府財政課長の斉藤元彦に立候補を要請したことが明らかとなり、日本維新の会代表の松井一郎大阪市長も、斉藤に推薦を出す方針を明らかにした。 日本維新の会は門を公認候補とし、宝塚市長選を知事選の前哨戦と位置づけ、総力戦を展開した。同年4月11日に行われた宝塚市長選挙に山崎は立憲民主党、日本共産党、社民党の支援を受け、立候補。維新公認の門、自民党の推薦を受けた元県議の森脇康人ら3候補を破り、 初当選した。4月19日、市長就任。当日有権者数、19万895人。最終投票率 42.、42.65%。ありがとうございます。